横浜 DeNA のドラフト1位ルーキー渡来高照と13日に先発するヤクルトの右腕吉村三嗣四郎は社会人時代に同じ神奈川県内の ENEOS と東芝でしのぎを削った渡来は今年は社会人時代の休息に戻ってきていると感じるまっすぐ勝負しようと言ったが投げてこないと思うそこは楽しみと対戦を心待ちにしている 社会人時代は横浜スタジアムで行われる都市対抗大会にし関東予選などで何度も顔を合わせた。横浜スタジアムで平均150キロを超えていて先発で超えてくるのは相当。変化球の精度も半端じゃないのであそこまでの投手は見たことないと完成度の高さが強く印象に残っている。 2021年の都市対抗大会では ENEOS の補強選手として吉村が加入したこともあり、元チームメートの間柄でもある。すごく優しくて、打った時も連絡をくれる。年齢的には5個上だが、親友くらいの感じ、とあたらい。プロの舞台での再会が嬉しい様子だった。